もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。昨年11月17日の深夜に元プロバイオリニスト末延真由子さんとの離婚を発表し、時の人となった羽生結弦さん、羽生結弦ショックと呼ばれた羽生ファンのグッズ転売問題にまで発展しました。しかし結婚当初は報告のみで、そのお相手を明かさず、過去に羽生さんと交流のある女性たちが次々と結婚相手ではないかとネット上で話題に。しかし結婚発表からわずか105日のスピード離婚で、結婚報告より大きな波紋を呼んでいました。そして日本が誇るプロフィギュアスケート選手の羽生さんに、またしても女性絡みのニュースが。なんと過去の羽生さんとの交際を明かした女性選手が現れたのです。今回はその女性の衝撃的な暴露談と女性絡みの出来事についてまとめてみましたので、ぜひ最後までご視聴ください。冒頭でも触れたスピード離婚については多くの厳しい声が上がっていました。マスコミの過剰な取材や一部の過激なファンによるプライバシーを暴こうとする行為を受けて離婚するに至ったというコメントを発表した羽生さんですが、結婚自体をほとんどの親族に報告していなかったこと、末延さんご本人は実名報道に OK していたと報じられました。さらに羽生さんの母と姉の輪の中に末延さんが入ることができなかったとも一部では伝えられています。結婚前、羽生さんをサポートしていたのは彼の母と姉だったそうです。食が細く喘息も患っていたので、健康管理はまず食事から、食材も味付けも全て母親が OK したもの以外は口にしなかったといいます。ところが結婚後、隣の部屋に住んでいるにもかかわらず、末延さんに対して母親から食事の献立や食材、味付けに関するアドバイスは全くなかったとのことです。また一方で深夜の練習に帯同するのは母親と姉だけで、末延さんの出る幕はなかったとのことです。結婚に離婚までマスコミに持ち上げられまくる存在だった羽生さんですが、離婚発表時のコメントで末延さんを守れなかったことに批判が寄せられて、一気に流れが変わってしまった印象が強いです。そんな中、ロシアの妖精とも称されたフィギュア選手であるエフゲニア・メドベージェワさんが羽生さんと過去に交際していたことを匂わせるような発言があり、今まさに話題になっているのです。これまでに世界選手権で2度の金メダルと、2018年の平昌五輪では銀メダルを獲得し、フィギュアスケート選手として活躍してきたメドベージェワさんですが、キャリア後半は怪我などに悩まされており、2020年以降は競技大会から遠ざかっている状態です。そんなメドベージェワさんは日本時間の1月29日に自身の YouTube チャンネルを更新し、約1時間30分の動画をアップしました。自らがホストを務め、ゲストと対談するチャンネルです。ロシアの大手メディアであるシュクレフメディアホールディングスが運営しているサイトのスターヒットが1月30日に配信した記事によりますと、メドベージェワさんは動画内で次のように語っていました。昨年元彼が結婚したの、私はあははって感じだったわ。それから3ヶ月後に離婚したの、私はあははって感じだった。あらまあっていうリアクションから、あははっていうリアクションになったの。過去に交際を噂されたこのお二人ですが、当時羽生さんは交際を否定しています。彼女の口からその交際について語られたことはとても驚きです。名前は出していないものの、結婚からわずか3ヶ月で離婚し、メドベージェワさんと親交があった人物というと羽生さんが真っ先に思い浮かびますね。また別の動画では、16歳から18歳頃の時は恋に落ちると全てが、ああこの感情はどこに行くのだろうと感じた、つまりもっと人を好きになることができるなんて想像すらできない、そしてその交際相手から心ない言葉で別れを告げられたと告白しました。ただはっきりと、ありがとう、君は僕にもう必要ない、君がいなくても僕の人生は全てうまくいっている、さようなら、ほとんど2年間一緒にいてその後だったので、私は驚いて飛び上がりそうになりました。そして彼女は若かりし頃の恋愛経験について、人を好きになるとその人を完璧だと思ってしまう、好きという感情で相手の欠点が見えなくなってしまう、
と動画で語っていました。しかしなぜ今更秘密を告白したのでしょうか。かねてよりメドベージェワさんは羽生さんのファンであることを公言しています。大会でも常に羽生さんの近くに陣取り、積極的にスキンシップを取っていました。また羽生さんに誕生日プレゼントを渡す姿や、ピョンチャン五輪の控え室で2人がデュエットする姿なども目撃されていましたね。他にも現役時代にはツーショット写真を SNS にアップしていたり、誕生日にプレゼントをあげたりするなど、ことあるごとに熱愛説を浮上させて羽生ファンを翻弄してきた過去があります。2018年、メドベージェワさんが11年間教わっていたコーチとの関係を解消し、カナダに拠点を移すことを発表しました。しかも新コーチは羽生さんが支持するブライアン・オーサー氏でした。さすがにこの時はユズを追いかけているという反応が相次ぎました。それを見かねた羽生さんがついにきっぱりと交際を否定したのです。羽生さんは当時アイスショーの取材が終わった後に報道陣に向けて自ら、変な報道もありますけど僕は関与していません、びっくりしました、僕が知らない別の世界の羽生結弦っていう人がいるんだなって。メドベージェワさんもインスタグラムから羽生さんの写真だけを全て削除した後、カナダに移籍し騒ぎは小さくなっていきます。ただ水面下では別の動きがあったのかもしれません。羽生さんを知るフィギュアスケート仲間はこう語っています。もともとロシアの女子選手がみんな羽生くん好きというのは私たちの間で有名でした。フィギュアスケート仲間から羽生くんがメドベージェワさんと付き合っているらしいという噂も聞きましたね。その後羽生さんはコロナ禍を日本で過ごし、2022年にプロに転向しました。メドベージェワさんは2023年に競技からの引退を発表し、最近では2人の目立った交流はなくなっていました。そんな過程を経ていきなりの爆弾発言を放ったのが今回です。おそらく羽生さんの元妻末延さんに自分を重ねたのではないでしょうか。もしも本当にメドベージェワさんが元カノだとすれば、羽生さんによって交際を隠されていたことになります。時期によってはあの交際否定の発言自体が事実とは違っていたかもしれません。羽生さんは結婚後は身分を隠し一般人として通すよう末延さんに頼んでいたと報じられています。このように似た境遇に同情したのかもしれません。それに自分と別れた羽生さんの恋愛がうまくいっていなくてざまあみろと思ったのではないでしょうか。羽生ファンはさぞかし怒りに震えているだろうと思いきや、実際にはお騒がせなメドベージェワがまたなんか言ってるとしか感じません。全く相手にしていないです。彼女は羽生くんを一方的に好きでに負わせを繰り返していたというのが多くのファンの共通認識でしょう。また羽生さん自身も今回の件に関しては口をつぐんでいる状態です。日本のフィギュアファンとメドベージェワさんの相性はあまり良くなく、たびたび摩擦が生じています。2020年には訪日中に外出自粛を守らなかった彼女に対し批判が殺到しました。日本から出ていけと書かれた差出人不明の手紙が届いたこともあるそうです。羽生さんはファンを刺激しないよう無言を貫き抗議の姿勢を見せているように見えます。これからの対応次第では第二次羽生ショックが起こってしまう可能性もあります。だからこそ慎重な対応が求められているでしょう。これからも羽生さんの続報を待ちたいと思います。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。